ジャガー、ランドローバージャパンはランドローバーのショールーム、ジャガーランドローバースタジオを東京銀座に期間限定でオープンしました。会場では70周年を迎えたランドローバーの歴史、世界観を楽しむことができます。車両はランドローバーの3車種を展示。ランドローバー初のプラグインハイブリッド車、レンジローバースポーツ、 SUV とコンバーチブルの融合モデル、イボークコンバーチブル、そして2018ワールドカーデザインオブザイヤーを受賞したレンジローバーベラールなどが展示。会場には普段からレンジローバーに乗っているというプロゴルファーの藤田博之プロが登場、レンジローバーへの熱い思いを語りました。ランドローバー、レンジローバーに対するですね、ちょっとお気持ちみたいなところ、はい、まあ、もともとレンジローバーというのは非常に自分が大好きで、もうどうでしょう、ずっとまあ乗り続けている車で、昔から あのレンジローバーから今最新のレンジローバーがずっと乗ってまして、それぐらいちょっと大好きな車ですね。そのレンジローバーの魅力というのは、はいはい、一体どういうところにあるんでしょうか。デザインがまず好きですね。派手ではないんですけど、まあおしゃれですし、物もしっかり作ってあるっていう印象がありますし、なんかその裏切らない良さっていうのは感じたり、なんでもその実力とか車のもともとのね、ポテンシャルっていうものプラス自分はその、かっこよさ、自分はもうそこが大好きで、でそれがあまりその20年間基本的にはベースが変わっていないっていう、その変わらなさも自分の好きなところかもしれないですね。はい、体の調子が万全でない時なんかもあると思うんですけども、はいはい、そういった時のやっぱりご負担というのはどうですか。やっぱり仕事から長距離が多いんですけど、他の車よりも数段腰への負担、降りた時 の腰が痛いなっていうのがもう全然少ないんですよね。それがどういうわけかちょっと専門的なことはわからないんですけど明らかなので、ただやっぱり自分たちってやっぱ腰とか背中っていうのが非常にこう疲れる箇所であるんですよね、ゴルフのスイングにおいて。で移動の時にそこまでプラスアルファで負担がかかると、まあ会場に着いた時にすぐ体がちょっと動きにくいとかいうことがあるんですけど、まあ他の車に比べてレンジローバーっていうのはそのまま降りて普通になんか歩いていけるというか、普通のスポーツカーだともうちょっとしばらくストレッチしないとスイングができないみたいなこともありますけど、まあ、レンジローバーはそういうことがないですね。まあ、20年間乗られてますと、はい、このレンジローバーの車のですね、デザインの変遷みたいなものを、はい、感じてきていただいていると思うんですが、はいはい、そのあたりはどのように感じていますか。そうですね、まあ、最初は四駆ですから、なんか四駆要素といいますか、まあ、ジープの要素っていうのがなんか強かった印象があるんですけど、最近ではどちらかというと何て言うんですかね、リムジンというかすごく乗り心地のいい、四駆要素がすごくなんかいい意味、自分としてはいい意味なくなってきたかなという、その移動のための車にはなんかすごいぴったりのような気がして、今日はPHEV の、はい、レンジローバースポーツ、はい、見ました。ご感想はいかがですか。まあ、今時代でいろんなメーカーからPHEV 出てますよね。ランドローバーさんっていうのはそこからは一番離れてるようなイメージが勝手に自分の中であったんですよね。レンジローバーの中からでもやっぱり出てくるんだっていうのはちょっと驚きでしたし、その走行距離50キロ、はい、あまりを電気だけで50キロ走るっていうところでは非常にこうああいう大きいボディを電気で動かす、でしかも、それが50キロも動くっていうのは大変な驚きでした。デザインの
はい、あの賞を取ったですね、ワールドカーデザインオブザイヤーと呼ばれましたベラールですね。この辺りは見られてどのように？そうですね、これがあのベラールがデビューした時にあの、まあ、レンジローバーって非常に大きいじゃないですか、はい、でまあ、あの例えばニューヨークとかロサンゼルスとか、まあ、イギリスもロンドンとかもそうですけど、まあ、中国とかもですね、自分試合でいろんなとこ行って、あのそういう街にはレンジローバーいっぱい走ってるんですよね。ところがあの日本でレンジローバー見ることがこう非常に少ないっていう、都内でたまに見ることがあっても、だそれすごく個人的には寂しかったんですよね。でレンジローバーはやっぱりサイズ的なところできついのかなっていうところで行きますと、その中間にサイズでこのベラールが出て、ちょっと敬遠しなきゃいけないとか、ちょっと無理だよっていう方が、そのレンジローバー の, あの走りの良さで、あのこのベラールのデザインの良さっていうのがあると思うんですよね。なのでぜひあのレンジローバー一回乗ってみたかったなっていう方は、あのぜひ乗ってもらいたいなっていうふうに思ったりします。また会場内にはカフェスペースジャガーランドローバーカフェを設置、車の世界観をイメージした限定ドリンクが提供されています。会場の写真にハッシュタグをつけて SNS へ投稿すると、期間限定のドリンクサービスを受けることができます。ここで藤田プロにさらに深くレンジローバーへの思いを聞きました。出会いはですね、かなり前に遡ってしまうんですけど、まあ、あのうちの師匠の清澤信夫さんがあの実は乗ってまして、レンジローバーで、その頃自分レンジローバーとか全然知らない、当然知らなかったんですけど、あのそこで存在を知ることになり、まあ、自分が乗れるような車じゃないんだろうななんて思いながら、あの当時は過ごしてたんですけど、何かのきっかけで運転させてもらって、それをすごいなこれってなったんですよ。で清澤さん結構車をよく買い替えられるので、買える時に自分に売ってもらえませんかって、あのその新車じゃなければ、うん、乗れるんじゃないかと思って、それで譲ってもらったのがきっかけなんですね。もう20年前ぐらいになると思いますね。まあ、師匠がね、あの譲ってくれたから乗れるっていうことと、あの、まあ、こういう車に乗れたっていう、で乗った感じが自分好きで、あと外見とかもね、まあ、体よく当初言ってたのは、体小さいから大きい車に憧れんだななんて言いながら言って乗ってたんですけど、あのやっぱりあの高速であのもうこう波のない、湖をねボートがスーって行くような、ああいうなんかこう高速の、まあ、乗った感じとか、あの非常に自分がもう大好きで、あとエンジンのそのトルクなんかも結構あるので、まあ、そういうのも好きでしたね。それがずっと当時から変わらず今も乗ってるあれですね。レンジローバーを手に入れたものの、当初試合へは別の車を使っていたといいます。もともとは自分その違う車であの試合行ってたんですよ。レンジローバーで試合に行く贅沢なんていうのは考えられなくて、自分のプライベートカーでレンジローバー乗ってたんですよ。だから普段仕事とは関係ないところでレンジローバー乗ってる自分がすげえかっこいいし、すごい好きだったんですよ。だけどある時からそれを仕事用に使うっていう、もう自分の人生でこんな贅沢していいのっていうような瞬間があって、それを今まだ続けてられるんですけど、そこになってからはあの今でもちょっともったいないなみたいな感じはどっかにあって、ただやっぱりその試合に行った時にレンジローバーでこうクラブハウスにね行くと、あのすごく自分自身 の, その今頑張ってるっていうのが表現できてるし、あの、まあ、すごくかっこいいなっていうふうには思いますね。そんな藤田プロの愛車とは。自分はあのレンジローバーのオートバイオグラフィーっていうやつなんですけど、あの、まあ、3代前ぐらいかな、あの横ブレがこうもともとやっぱり四駆なので、あのすごく重心が高くて横ブレが多かったんですけど、
それが横ぶれ防止がねついて非常にこうもう安定してっていうところもあったりして、まあ、頑張って、はい、買って乗ってましたもうずっとここの20年弱ねオートバイのこう、ね、レンジローバー乗りずっと乗ってるんで乗れる間は乗りたいっていうのがねあってずっとレンジローバーのあれにね最上級に乗れる自分でありたいっていうふうに思ってるんですよね。日本全国転戦の多いプロゴルファー、大事な移動を担うその実力はどうでしょうか。乗り心地も非常にいいですね。荷物も乗りますし、あとやっぱ安全性も高いですよね。四駆ですから、まあ、安全性が非常にこう高いですよね。ボディも大きいですし頑丈ですからね。そういったのを含めてやっぱりその自分たちの移動が多い、プロゴルファーがやっぱ移動に使うっていうのは非常にこう、まあ、仕事的にもいいのかなっていうのは感じてたりしましたね。ゴルジョのクラブハウスとか余計似合うんですよね。ああいう例えばこう石畳だったりそのクラブハウスの建物だったりっていうね石を使ったちょっとイギリス風のとか多いんでそういうところでレンジローバー見ると全くこのかっこよく見えちゃって、だからそういったかっこいいっていうのが最初に来てプラスそういう機能面が非常にもう自分たちにとってはすごくいいんじゃないかなっていうのがありますね。レンジローバー歴20年以上という藤田プロ、その魅力とは一体何なのでしょうか。やっぱねレンジローバーってほらブレないじゃないですか、はい、だから、まあ、そのブレない感じっていうのは、まあ、自分自身のゴルフなんかにもね通じてくるんですけど、そのブレなさが非常にいいし、まあ、イギリスの文化でもあるかもしれないんですけど、やっぱその頑固なとことかそれでいてやっぱりこう洗練されたかっこよさっていうのがね両立しているようなとこっていうのがすごく自分は好きで、やっぱすごいいいんですよね。やばいですよ本当、はい、これまで通りどんどんかっこいいのを今の時代に合う形で作っていただけて、そのたんびに自分を楽しませてもらえたらもうそれで、はい、満足ですね。自分がいつまで乗れるか分からないですけど乗れる自分であり続けるためにもね、はい、かっこいいの作ってほしいなと思いますね。ランドローバーと藤田プロ、その関係は信頼できる相棒といったところ。ジャガーランドローバースタジオは9月24日まで開催しています。